皆さん、こんにちは。本日はですね、ヤンキース対、レイズのディビジョンシリーズ第2戦が、行われましてですね、まあ、ヤンキース、5対7ですか。で、敗北という感じになってしまいました。それで、まあ、今日はね、デイビー・ガルシアが先発するということでね、まあ、楽しみにはしてたんですけども、まあ、初回、まあ、ホームランは打たれましたが、まあ、それで抑えて、それで2回からね、ハップが出てきたんですよね。で、まあ、ガルシアは、オープナーのね、感じで、もう終わってしまったんですけども、まあ、今日はね、もうこの起用法にね、尽きるかなっていう感じで、敗因はですね、まあ、結果論なんで、まあ、結果から言っての話なのでね、まあ、いろいろな意見はあると思いますけど、今日の、系統はね、ちょっとないんじゃないかなって個人的には思いますね。で、まあ、ガルシア投げさせるんであれば、まあね、3回ぐらいまで行って、で、そこからハップで3回とかね、行けばまあ、リリーフはあんまり出さなくて済んだのと、まあ、今年はね、リリーフ陣があまり良くないので、まあそこでね、1イニングだけでこの先発でいけるピッチャーを使っちゃうっていうのはね、すごいもったいない感じで、で、まあ出来も悪いわけじゃなかったので、まあその辺はね、ちょっとどう考えてのあれなのかなっていう感じでね、思いましたね。そしてハップもですね、2回から登場して、まあ、2回、3回とね、ホームランを浴びてまして、まあ、やっぱりこの起用法良くなかったんだなっていうのはね、そこで感じましたよね。で、まあ2回、3回ですね。それで4点取られてしまって、初回に行ってない、もうこれで5対1になったんですよね。まあ、そして、まあ、スタントンがね、スリーランを打って、もう5対4までは行って、まあ、絶望的な感じからはちょっと復活したんですけども、まあ、やはりそこから不安のあるリリーフ陣をつぎ込まなくてはいけなくなりまして、まあ、そこでね、1点1点と、こうちょっと追加点を取られて、まあ、ヤンキースのチャンスはあったんですけども、まあ、そこはあまり活かしきれずに、まあ、最後敗北ということになってしまいまして、もう5対7ですか。で、今日は負けてしまいましたね。っていう感じの試合で。なんで、って感じですよね、あの、系統は。だから、それだったら、ハップをね、最初から活かせればよかったんじゃないかなって思って、まあ、それで打たれたら文句はないんでね。っていうところですよね。だから、ハップね、マークが三振に回って、ハップが投げると思ってたところにガルシアできて、っていうことでね、まあ余計な小細工をしちゃったのかなっていう印象ですね。最初からそのオープナーで行く予定だったらみたいなので、まあブーンは余計なことしたんじゃないかなって個人的には思います。皆さんはね、どう思うかわかりませんけどもね、何か意見あったらコメントまで欲しいんですけど。そしてまあ明日はマー君が投げますので、まあ明日ね、ちょっと負けちゃうと厳しくなってくるので、明日は必ず、勝ってもらいたいのと、まあね、前回あまりいい登板ではなかったので、まあ今回はね、やってくれるでしょうということで、また明日期待したいと思います。で、本日は簡単になりましたが、ヤンキース負けて、1勝1敗となっておりますということですね。それで、他のね、結果はこちらに出しますので、本日からナショナルリーグも開催されておりますのでね、その結果も、こちらとこちらですか、出ておりますので、見てみてください。ご視聴いただきありがとうございました。